なんだこれ、倒せないし。これなんか扉の鍵があるんだろ、この中に。うわー、これはあったー、あったけど取れない、あったけど取れない、あったけど取れない。あ、これ分かった分かった、ボムドッカンだ、ボムドッカンだ、これはボムドッカンですよ。はい、ドーン。ボムドッカン弱いなー、弱いなー。これ来たか来たか来たか、うわー、無理ー。これどうしたらいいんだよ、これ。なんかラスーパーキーなんかするか。よしよし、これどうしたらいいんだ、これ。ハンマーでさ、これ消えていくパターンじゃないの、これ多分消えていくパターンだよ。全部消えるよ、もうデイメンうぜえわ、デイメンめっちゃ嫌いわ、ほんとこいつ嫌い。よーし、倒しながら行ったらね、もうね、いない、もうほとんどいなくなった。これ鍵？よーし、これ鍵やね。やったぜ。よーし、なんだこいつは。もうこいつ全員倒してから行くわ、俺。絶対こいつら許さんわ。絶対許さんわ。お前らがいるから世界が崩壊するんだぞ。政治が良くならんのもお前のせいやぞ。お前が 10% 上げてるんだぞ。おいし。総裁。あ、もう綺麗になったね。めっちゃ綺麗になったわ。こいつらがおったからこそ 10%。これで 10% ならんぞ、これ消費税。これ消費税、これで 10% ならんのやけどな。ならんと思ったんやけどな、これ。これね。はい、はい、この運動性ね。きたー、これ。もう、セーブして。電池が切れそう。大丈夫、大丈夫。いけるいける。いいところで切れんやったら大丈夫。絶対切れるわけないけどな。今言ったばっかりだからな。絶対切れんの。ようこそセミエール&セニロタハハ。もうなんて言うよ。心から歓迎するよ。こいつうざかったなぁ、マジで。もう相当殺したけどな。相当殺した。マドメアゼルとピーチとトゲトゲくんの姿が見えないようだけど、どうしたのかな。デイメン、あなたに構ってる暇はないの。そこをどいて。おやおや、そうなのかい？じゃあ、お言葉に甘えて、そうさせてもらおうかなぁ。うぜぇな、こいつ、マジで。すっげ、うわ、ふふふ。言っておくけど、僕を倒さないと、この先を進むことはめっちゃ倒したよ。うん。あんな、伯爵の様のもとへ行きたかったら、僕を探してごらん。さあ、楽しい鬼ごっこの、始まり、じゃねえよ。なんだよ、こいつ。また、ハンマーでぶち殺す。うわ、開かない。まあ分かってたけど、うん、あ、そういうことね。あ、オッケー。めくるん、オッケー。はい、ドーン。大丈夫これ。あ、そういうわけね。あ、これでどんどん探せ。ここは？あれを見て。うわぁ。くそー、あいつめっちゃ逃げよるやん。これ、あれやな。乗ってこう、乗ってこう、ほい。はい。レッツゴー。これ、うわ、危ない。わかってたけどね。あ、これ最初の面じゃん。これね、一番最初の面なんですよ。これ、わかってる人わかるやろうな。わかってる人わかる、うん、わかるやろうな。うん。これ、わかるぜ、これ。これ、来たぜ、これ。これ、最初の面だぜ、これ。これね、コインがね、ここにあるんですよ。これね、めっちゃこの面やりましたからね。うん、コインだよ。あれ？フラワーコインが、この上にある。うぇ、フラワーコイン、はい。で、これで、ここのコインをね、こう、取ってね、これでね、取る意味あるかな？取る意味あるかな？よいしょ。よいしょ。これ、探さん、で、今ね、これ探さんでいいと思う。いいんかな？まあ、まあ、さっすーっと。ここ行ってからのはい、クリボいない、おなくなる、はい、邪魔って、はい、邪魔、はい、よく行きます。開かないじゃん、なんだよ、開かないことな、あーもうなんだよ、めくるね、はいはい、開かないことないんだけどな、はい、めくる、はい、どーん、はい、開かないっても完全にコントやん、コント、一人コント。あ、ここは、おー、ここは、
今度はサンデールの館。ああ、逃げてる逃げてるな。使い回し半端ねえな。任天堂使い回し半端ねえな。これそんなこと絶対言っちゃいけんの。開かないよね、はいはい、これはルイージかな。いい回復。これダーンってやって、これ奥にあるんじゃないですか。ないね。これルイージで上に行けちゃうパターンは、うん、違うね。あらゆるパターンを見つけるけど全然見つかんねえな、これ。消えまー、消えまー、はい、オッケー、はい、消えまー、はい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 、いやー、むずー、うわ、なんだよこれね。こうやってやったら早いんですよ。もう終わり？うわー、まだあるやん。ナイツ。届かねえじゃん。届かねえじゃん。マリオちゃん。わお。開かないようだ。まあ分かってたけどね。さすがにね。ない。マリオ。マリオ。上に行きますと。上に。こんなんあったっけ？じゃん。マリオ。これ全部の面行くんじゃねえのこれ。これ18面、8かけるとポイントがゲッツー。痛い。なんやねんこいつ。もっと嫌い。もっと嫌い。もう、もっと嫌い。ストップアップ。はい、オッケー。はい、ここね。ちょっと遊びすぎだな。ここはちょっと遊びすぎだな。俺の身体的にはどうでもいいからな。一番上に行ってゴールやったらいいんだけど、これ絶対開かないよ。よし、よし、あるやん。やったー、やった。運がいい、運が良かった。よし、今回終わり。はい、はい、はい、よかった。はい、今回めっちゃ早い。上に登って文句言ってる間に終わったよ。鬼ごっこは楽しんでもらいたいかい。うわ、もうほんと嫌い。お前ほんとボコボコにするかも。ほんとに許さんわ。いい加減にしろ。ふざけない、バカにないで、ちゃんと戦え。ふざける、失礼だな。僕だっていつだって真面目だよ。僕は君たちを観察してきたんだ。ノワール様に対抗できるのはやっぱり君たちしかいない。実はお願いがあるんだ。僕に協力して、伯爵を倒すために協力してくれないか。だ、いうことだ。伯爵を裏切るために、裏切るつもりだ。裏切る？違うね。むしろ、裏切ったのはノワール伯爵の方だよ。伯爵は僕らに世界を滅ぼした後、理想的な新しい世界を作ると言ったんだ。でも新しい世界を作るなんて嘘っぱち。本当の目的は世界を滅ぼし、消し去りたいってしまうことなんだよ。あ？あんたね。僕は前々から伯爵の本当の目的を知っていた。でも僕一人じゃ彼を止められない。だから伯爵に従うふりをしながら仲間にできそうな人を探してサポートしてきたわけさ。そう。例えば捕まってそうになっているお姫様を悪者から手から逃がしてあげたら、ピュアハートを治せるように途方に暮れる誰かさんをアンダーランドに送ってあげたり、伯爵に捕らえられていたある男の子を解放して彼の兄さんに解放できるようにしてあげたりって。あんたが私の味方をしてきたっていうの？あ、違った、全然違った。あんなやつ。やべやべ。そうとも、だから今度は僕の力に、僕に力を貸してくれないか。そして僕も君たちに伯爵を倒すための力をあげるから、僕と一緒に戦ってて。いいえ。おやおや、断るのかい。伯爵から混沌のパワー、ラブパワーを奪ってさえしまえば、この世界を
支配できるんだよ。僕の味方になれば君たちの未来はバラ色さ。それでも嫌、断るしかなかった。嫌と断るしかなかったよ。そうかいそうかい、時間の無駄だったな。じゃあさっさと死んでくれるかい。特にそこのルイルイ君は弱っちくて目障りだから真っ先にやっつけてあげるよ。ウキー、なんだと。兄さん、ここは僕に任せ、兄さんは先に進むんだ。世界の崩壊を止めるためには兄さんはこんなところでもたもたしちゃいけない。クッパやピーチ姫だってそのために戦ったんだ。僕もやらなきゃ。それになぜかわからないけど、あいつを見てると無性に腹が立つ。俺だって無性に、いやみんな無性に腹立ったと思うけどね。だから頼むよ兄さん。無言ありがとう兄さん前素通りしていいのかお前レイメイン君の泣けなしの勇気に免じてマリオはこのまま行かせてあげよう。それに万が一彼が伯爵を倒してくれればそれはそれで僕も助かるし。さあそろそろ君の命いただくとするか。さあ来いよ。ああもう首が痛い首も声も痛い。こいつどうやって倒すんだっけ。フェイレンもないね。うん、どうしようかな。これはどうしたらいいんだ。普通にこういった。ういうい、ザコが、ザコ撃つ。あ、これルイージの必殺だった。うい違うね。ういあいつやな、ね、あの真ん中のやつや。あれ、おいしょしょしょ、全然違ったけど危ない。よいしょ、オッケー、20ダメージ。これで避けるっていう手もね、全然ありっていうね。危なーくない。ほい、よしこっちね。あ、待て。ほい、あれ、あと1体おる？すいません。こいつ、いや、こいつかい。よいしょ、うーえ、一発。よいしょ、うーえ、倒した。なーなんていう。いいね。いいね。めっちゃいいよ。こうさんだよ。こうさんだよ。なぜ2回行った？参ったかでえめ、兄さんの手に手を借りたくなくなって、お前くらい倒せるんだからな。そうだね。君の力は、やっぱり本当、みたいだね。だからこそ君を伯爵のもとへ、やるわけにはいかない。なんだこいつ。あ、バリア。何をする？ふふふ。君は僕だけのものだ、ルイージ。だから一緒に。まさか。いや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 、せんわーわわわわわわ。おるわー。ああ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 、自滅。ルイージ。いや、まあそうなりますな。そんな、だってルイージ。そうね、マリオ。あなたの言う通り、悲しむのは後でもできるわ。今私たちがしなければいけないことをしましょう。いやー、マリオ、本当お前は冷酷な、あよい。本当冷酷ですわ。本当冷酷。全然冷酷やな。マリオ、本当感情なしやな。はい。暗黒城の中を吹き抜ける風がさっきよりも冷たく感じられます。クッパーにピーチ、そしてルイージまでもがいなくなってしまい、残りの勇者はマリオだけです。滅びの予言を止められるかどうかは彼の手にかかっています。一体どんな結末が彼らを待ち受けているのでしょうか。ヒゲを揺らし走るマリオ、伯爵がいる最後の廊下をもうすぐです。よーし、ラストステージ。
アンナとノワール。動画見てくれた？見た。チャンネル登録した？した。おお。あ、でもだ、もう動画見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。